グランパレはフランスのパリパックにある大規模な展覧会場、美術館。1900年のパリ万国博覧会のために建てられた。プティパレやアレクサンドル3世教と同時期に建てられており、4人の建築家が設計に関わった。正面のファサードはアンリ・ドゥ・グラン、反対側のファサードはアルベール・トマ、内装と残りの2面はアルベール・ルベ、そして全体の総監督としてシャルル・ジローの4人である。この建築のファサードは初期のボザール建築の典型例とされ、メインの屋根は鉄とガラスで覆われている。大規模な外装は古典的な石造りに鉄製の大胆なアールデコの装飾が施され、周囲には彫刻家ポール・ガスクやアルフレッド・ブーシェによる寓意を含んだたくさんの彫像が並べられている。2基のクワドリガのブロンズ像はジョルジュ・レシポンの作品で両翼突端の屋根に設置されている。グランパレ正面内部1993年に中央部のガラス屋根の一部が崩落した後、12年間閉鎖し、大規模な改修を行った。2005年9月に再開館された。グランパレでは現在、レネフと呼ばれる中央部のスペースでシャネルなどのファッションショーや様々な展示会が開催されるとともに、常設のグランパレナショナルギャラリーと科学技術博物館として使用されている。また、サロン・ドートンヌを主催するサロン・ドートンヌ協会もグランパレ内に置かれている。1964年文化省の要請により、建築家、ピエール・ヴィヴィアンが、グランパレの一部を国立美術館に改装し、1966年にパブロ・ピカソ回顧展とアフリカ美術展で開館した。印象派から現代美術まで様々な芸術家の展覧会が行われる。1937年にノーベル物理学賞の物理学者、ジャン・ペランによって、現代生活における芸術と技術展の一部として設立。翌年にフランス政府がグランパレの館内に常設展示として設置することを決定し、科学博物館として開館した。現在、数学、物理学、天文学、科学、地質学、生物学などの分野の様々な常設展示があり、説明員によるインタラクティブな実験も見られる。サイズ型のプラネタリウムもある。ありがとうございます。